はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。今回もまた、夜の神社シリーズお届けしたいと思います。今回で3回目ぐらいになるのかな。やっぱりね、夜の神社ってね、何度も言いますけれども、日中と違って雰囲気がガラッと変わるわけですよ。なので、何かが起こるんじゃないかっていうのを期待しつつ何度か今まで行ってきました。で、それなりにね、不思議な現象というか、音というか、そういったのがちらほらとは、見られてはいるんですよ。で、神社もね、やっぱり行ってみると、一つ一つね、なんていうか雰囲気違うんですよね、やっぱり。だから、これはこれで、見てる人も面白いんじゃないかな、と思うかもしれません。まあ、そういうことでね、今回もね、早速行ってみたいと思います。それでは、どうぞ。はい、こちらの神社になります。街道神社でいいのかな。失礼します。ここはね、ちゃんとライトもついてて入りやすいですね。街道神社でいいのかな。何を祀ってるんだろう。街道ってなんだろう。街道でいいのかな。これはなんだ。池、あ、池がある。え、立派な神社ですね。なんか今跳ねたぞ。鯉かなんかいるっぽい。あ、ここは手を清めるための水ですね。あ、こちらにも何かある。失礼します。神社の中にさらにこうやって小さな社があって、あ、池だ。そこも変わってるな。狛犬様もちゃんといて。失礼します。失礼します。へえ、神社は何だろう、池の中に社がいくつかあるみたいな。変わってますね。失礼します。ちょっとトリフィールドを使いながら行きたいと思います。失礼します。うちの狛犬様は大きいよね。こっちにもなんかいろいろ。入り口見た時そんなに大きな神社には見えなかったんですよ。見えなかったんだけれども、入ってみると大きいな。今いて、なんかいろいろ。え、これは誰だ。なんか石像だね。わ、怖いわ。下から見ると誰だろう。ちょっとわかんないな。名前は書いてあるんだけれども、ちょっと存じ上げない人です。この神社を寄贈した方かな。いや、夜でも蝉鳴いてるよ。こちらにも社があって。失礼します。変わっ
ちゃうな。ちょっと待ってください。さっきは狛犬様でしたよね。こっちは、これは何、なんだろう。牛？牛かな？失礼します。なんか変わってるな。変わってるぞ、ここ。何をメインに祀られてるのかちょっと興味あるね。立派だね。失礼します。ちゃんとこうやってライトアップされてんだよ。夜来る人とかいるのかね。で、おみくじ売り場もあるんだ。わあ、こっち真っ暗だわ。何？めっちゃ反応してんだけど、トリュフレコな。ここに、みこしが入ってるんだね。こっち来たらちょっとトリフィールド反応するんだけど。こっちが本殿だよね。で、神社の敷地内にまた何個か社があるってなんか不思議だな。あ、これも立派なしめ縄だわ。立派だよ。失礼します。こっちにも何かあるし。失礼します。やばい、すいません。ちょっとこっち行ってみようか。これどこまでなんだろう。あれ、これ稲荷九って呼んでいいのかな。稲荷様かな。失礼します。やぶん、すいません。どういうこと？いろんな神様が祀られてるってこと？こういった形式初めてだわ。あ、こっちにもあるよ。こっちにもあった。ほらほら、ちょっとこの辺なんか反応すんな。ちょっとこの辺ちょっと空気違うぞ。なんか違う。なんか今恋したよね。失礼します。これはなんとお墓？お墓なのかな。これなんだろう。中の空洞って何なんだろう。こっちは馬が掘られてますね。何なんだろう。ちょっと謎だな。ちょっとこの辺なんかちょろちょろトリフィールド反応するんだけど、一瞬なんだよね。ほら、ちょろちょろ反応するなよ。多分逆サイドもこんな感じで
と何個か社があるんじゃないかな。正直言ってここの神社は今回いくつか行くうちの一つって数えてたんだけど、思った以上に広くて、で思った以上に不思議な光景。ほらここにもまた何かお社があるでしょ。平和観音堂、失礼します。音は比較的新しいね。でこっちにもなんかいろいろ立ってるんだよ。失礼します。この奥は何かあるのかな。ちょっと一通り回ったら、あとは戻り際は今度スピリットボックスを使っていきたいかな。こっちはないね。ないね。ないな。スピリットボックスやってみますか。特にさっきの反応あったあたり、こんばんは。こんばんは。誰かおりますか？誰かいましたら、はいとお返事お願いします。ん？女性の方ですかね？女性の方おりますか？失礼します。誰かここにおりますか？失礼しました。でも不思議な神社だね。入り口からだけ見た感じではこんなに大きな奥行きがあるとも思わなかったし、こんなにいくつもの中にお社があるとは思わなかった。こうやっていくつものお社があるっていうことは、いくつもの神様がこの中に同居してるっていう感じで捉えていいのかな。よくそのこの神社の中身が分かんないから、失礼します。でもすごい、中はすごい管理も行き届いてるし、多分これ日中は常に誰かいるんだろうね。おみくじとか売られてるって言うとは、
からすごく管理も行き届いてるし、ちょっと待って、こっちも何か別にありそうだね。特にないか。大間さんだけですね。ちょっとこの大間さんもなんか普通の神社にある馬とちょっと違う。すごい、なんかやけにリアル。目とか、ほらほら、目がリアルじゃない？目に何か入れてあるよ。まるで生きてるみたいだよ。失礼します。生命感があるっていうか、大げさかもしれないけど。ここなんかおたき上げかなんかしたかな、なんか焼いたような跡あるね。いやでも不思議な神社だわ。でもいい神社だと思います。ここ海東神社でいいのかな、ちょっと正確な名前わかんないけど。じゃあ戻りましょうか。はい、続きましてなんですけど、今ちょっとね、あるため池に来てます。ため池っていうと、都会の人はあまり馴染みないかもしれないんですけど、田舎には結構ため池たくさんありまして、まあため池からその田んぼに水を供給するわけなんですけど、そのため池で釣りをして結構亡くなったりする人多いんですよ。で、今回のここもちょっと曰く付きの場所なんで、また行ってみたいと思います。はい、ちょっとね、こちらのため池、実は道路を挟んで、右側と左側、両方にため池あります。で、なんで今回このため池来たかっていうと、虫がすごい。実はこのため池、結構ね、釣りに来る人多いんですよ。でブラックバスが釣れるっていうことで、お子さんたちも来るんですね。でそれで、2ヶ月3ヶ月ぐらい前かな、高校生3人組がこちらのため池に釣りに来て、でそのうち1人が落ちてしまって亡くなってるんですよ。で今は結構田んぼに水を出してるんで、かなり減衰はしてるんですけれども、多分ね、死亡事故を最近起きたことによって、今ここ全面釣りは禁止になってると思います。虫がすごいね、本当に虫がうようよよってくるわ。でやっぱりため池って少なからず人って何か死んでるんですよ。でこちらに、失礼します、ほら慰霊碑が立ってるでしょ。はい、どうも失礼します。とにかく虫がすごい。これ前はこんな大きな慰霊碑じゃなかったような気がするな。最近建て直したのかな。はい、ここにちょうど水門があるんですよね。で水門の代わりってどうしても魚がたまるので、やっぱりそういうところで釣りをする人多いですよね。当然ちょっとトリフィールド使いながら、もうトリフィールドちょっと反応してるな。虫がすごいわ。私も昔ここに釣りに何度か来たことあるんですよ。あってこれ結構下までコンクリートでちゃんと整備されてて降りれる感じだったんですよね。まあ今も降りれるっちゃ降りれるんですけど、はい、なんかこういうのついてますね。
ってます。ごめんなさい、ちょっとね、虫があんまりにも来すぎて腕中にさ、虫がすごいくっついてるんですよ。こんな感じです。トリフィールドはそんなに反応ないかな。ちょっと降りてきますね、池のすぐそばまで。ちょっと今魚跳ねたね。え、ちょっと今めっちゃ反応したんだけど、トリフィールドが急激に。今この階段を降りてきました。トリフィールドはさっき一回反応したきりかな。ちょっとスピリットボックス使ってみようか。こんばんは。ここに誰かいますか？もしいましたら返事してもらえますか？誰かいますか？誰かいますか？ん？今女性の声が入って聞こえましたが、女性の方います？ん？もう一度お願いします。誰かいますか？いましたら、はいとお返事ください。薄いもんです。これは反対側のため池です。誰かいませんかね？ん？男性の方いますか？街灯もないからさ、すんごく暗いんだよね。こんばんは。誰かおりますか？
にかく虫がすごい。虫がすごすぎて。落ち着いてられない。風が吹くと虫寄ってこないんだけど、無風になった途端すごい。今ちょうどね、定点仕掛けてます。ちょっとお墓のなんか音すんの。ちょうどね、こちらが亡くなった方のお墓になります。木でできた。さっきからね、その辺でね、ガードレールが音鳴るんですよ。ガンガンって。ちょっともう一回ね、スピリットボックスを使ってみます。こんばんは。今ここに誰かいますか？もしいましたら、はいと返事いただけますか？お子さんですか？子供の方かな？男の子のかな？え？今どこにいます？私の近くにいますか？隣？右側？左側？なんか隣って聞こえたんだけど。どっちかな？はい？もう一度お願いします。右側かな？左側かな？声が変わってきたね。最初お子さんみたいな感じの声だったんだけど、今ここに何人いますか？今特にはトリフィールドは反応してないです。さっきここら辺で一回反応したんですけど、今は全然しないかな。反応しないね。
風が吹いてきた。風が吹いてくるとね、いくらか虫が寄ってこなくなるんだけど。何か映ってるかな。どうだろう。ちょっとね、角度変えてみますね。角度っていうか、最初ね、この辺のガードレールがガンガンって鳴ったりしてたんですよ。またちょっとスピリットボックス使ってみたいと思います。こんばんは。誰かいますか？虫が誰かいますか？いたらお返事いただけるとありがたいです。誰もいませんかね。全く反応ないですね。トリフィールドの方も特に反応ないです。これ以上は何もなさそうなので撤収しますか。はい、ということでね、今回はちょっと変わった神社、一風変わった今までにねないようなタイプの神社と、あとはね最近ね亡くなった方がおられてるそのため池、そちらの方に今回行ってみました。まあ、感想としましては、神社はね、今までとかなり違うんですよね。中に入ったら、またその、神社がいくつも分かれてるって、そういった感じ？で、結局、何をメインとして、祀っているのかっていうのが、ちょっと分からなかった。そんな神社でした。ただね、綺麗に整備をされていましたんで、常にね、人が来てるところなんだなっていう、印象でした。で、次はね、ため池だったんですけれども、こちらはね、最近ね、高校生の方が亡くなった場所っていうことで、で、今までもね、何人かあそこでも亡くなってるんですよ。で、私もあそこに釣りに行った記憶あるんですけれども、結構、範囲が広くて、コンクリートがある場所は比較的安全なんだけれども、ちょっと草むらになってる場所とかってなると、あそこ一旦落ちちゃったら結構なかなか上がってこれないかなっていう、そういった場所です。夜はちょっと見えなかったんでね、そっち方面には行ってないんですけれども、まあ、スピリットボックスがちょくちょく反応はあったんですよ。あったんですけれども、ちょっとね、明確に捉えきれなかった。そこがちょっと残念かなというところですね。まあそんな感じでね、今回の検証はここまでになります。もしね、今回の動画を見て何か映ってたとか聞こえたっていうのありましたらね、コメント欄にまた書いていただけるとありがたいです。それではまたねー。